はい、こんにちは。ブラックショットプレイしていきます。今回もフリーフォアオール。で、買いました。CBJMS ストライプって書いてんだけど、なんか結構ね、みんなが使っている銃っぽいんだよね、これ。サブマシンガンで、でも弾がね、50発あって、ほら、しかも威力高いんだよね、MP7 より。で、サブ付きときたもんよ。これも完全に MP7 の上位互換じゃないかってぐらいのね、性能してるんで。早速ね、こいつ使って。武装していきたいと思います。まあ、この銃はね、まあ、よくわかんないですね。PDW、パーソナル、なんだ、ディフェンスウェポンか。ってことぐらいしかわかんないです。なんかね、ウージーとか、イングラムみたいなね、プレス加工で作られたような簡単そうなね、形してんだけど、もう性能はピカイチらしいですね。で、このゲームのフリーフォアオール、最初人が少ない、いつも。どんどん入ってきてほしいが。フリーフォアオールね、マップは2つしか選べなくて、このラボってところと、なんかもう一個あるんだけど、まあ、次ちょっともう一つの方やってみようかな。お、なんだなんだなんだ。スナイパーライフルめっちゃ乱射してるでしょ。落ちてる。AWP。じゃあもうフルカスタムだよね、これ。スコープも、これ、等倍じゃないよね。4倍スコープに、レーザーポインター、サプつけて、で、フォアグリップとかもね、前の方についてるんだよね。なんかもう、いろいろ詰め込んだサブマシンガンみたいなね。なんか、そういった意味じゃ MP7 とすごい似てるな。さあ、人が見つからない。あ、二人しかいないからか。ね、ちょっと経ったらね、人入ってくるんで、ちょっと待ちましょうか。もう絶対終わった時にはもう十何人とかになってるんでね、このフリーフォアボールも。あ、なんだこれ、覗ける。覗いてるって言わないか、これ。なんか拡大できる。あ、間違った、なんか、真ん中、何？ホイールクリックで爆弾投げんのこれ。さあ、全然人がいなくて困ってるんだけど。この新しい銃を試したいんだよ、俺は。CBJMS。うわ、しかもハンティングタイム始まったし、この状況で。これ、追う側めんどいんだけど。うわ、追う側だし。ちょっと待って。誰？どこを倒せばいいの？あ、あっち？あれを倒せばいいのね。60メートル先の、止まってる人。いや、きつい。そんな時間ないんだけど。どこ？いた！うわ、やられた。しかもあれ爆弾だしね。うわ、ポイントを上げてしまうことになってしまった。フェイルトゥーハント。これでね、なんか10ポイントもらえるんだよね。はい。あ、人数増えたかな？ 3 人。うわ、やられた。ちょっとクソエイムしてしまったか。まあね、今ね、ヘッドショット同時両方やろうとしてるから、ちょっとね、保険、お腹の方にね、逃げてますね。いた！いた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 。ういー。まあ、MP7 と比べてどうかな？こっちの方が強いのかな？撃たれてる時のね、音全然わかんないで、確かに。近距離は強いかも、これ。なんか、威力がね、ちょっと高いんだよね、パラメーター上。MP7 よりちょっと威力、ま、ちょっとじゃない、結構威力高いんじゃないかな。グレネード投げてきたけど。進んでいい？こん中かな、もしかして。いや、なんかいると思う、こん中。
あ、いない。うわ、奥に行ったし。はい。はい、もう一人。なんだなんだ、まだブラックショットとか言ってるぞ。ハンドガンの音。さあ、どこだ？この奥か？でもなんかマップがね、よくわかんないんだよね、このマップ。あ、マジか。なんかね、結構武器がね、うわぁ、また後ろからやられてるし、しかも MP7 に。だから、トップとの差がひどい。倍ぐらい空いてんなぁ。なんかやっぱあのね、ハンティングモードで狩ることと逃げることの重要性がかなり大きいんでね。なんか今リロードしてたぞ、なんかね。左かな？いや、いるね、ここ。この上、上。ちょっと上めんどくさいな。いた！はい。で、速攻で一人やって。ちょっと奥に今いたよな。うわぁ、回ってきた。今なんかいろんな人が見えたけど。あ、フラッシュが見える。よし。一人やって。マガジンすごいな、これ。ドラムマガジンなんじゃないの、これ。うわ、マジか。頭いったはずなんだけど。惜しい。よし。一人やった。このゲーム、ハンティングモードはいつかな？ハンティングモードがやりたい。あ、音聞こえる。あそこか。そこですか。さあ、出てこい。はい、頭抜いてく。あ、いる。よし。いや、準備しとくか。入ってくるでしょ？入ってきたところ。あ、押してく。お、30秒後に、ハンティングモード再開ですね。おっと、移動して。結構やっぱこの銃、使いやすいかも。なんか強い威力が。威力が強いぞ。さあ来い。うっそ。速攻終わったんだけど。ひどすぎる今の。いやー、やばいなこれ。1位とのスコア差が結構でかい。やるしかない。一人やってく。もうキルしてなんとかね、距離を。どこ？あ、そっちか。残り6分、まだ結構あるな。いた。うわ、マジか。いや、お腹じゃダメだな、やっぱり。この距離。しっかり頭狙っていきたい。あ、奥にいる。ちょっとめんどくさいな。手前のやつ倒そう。はい。で、降りてくる。で、さっきここにいたやつ倒したから。ちょっと戻って上から撃っていこうかな。そっち？いた！うわ、マジ、負けんのか、これ。いや、結構ね、HP 減った状態で戦うことが多いから。消耗戦チックにはなるんだよなぁ。これね、こうやって、ちょっとずつ削られて。82だったらまだ全然大丈夫かな。はい、後ろ。で、もう一人でしょ？あ、やばいやばいやばい。いや、まだいけたな。弾数がこんなになるのか。MP7 の感覚でリロードしちゃうから。もう一人いけたな、あれだったら。あ、一人、二人。片方しか倒せない。うわ、ダメか。もうちょっとね、頭狙いたかったな、今のは。腹だった、完全に。さあ、おい。
ショットガンをちょっと倒して。で、下を確認して。クリアリングしていく。後ろも一応見ておくが。ん？ピン抜いたな、今。後ろ。あ、いたいた、光ってる。はい。で、おそらくこっちにも、いるであろう。一人倒して。で、さらに、音が聞こえる。うわぁ。うわぁ。あ、やばいやばいやばい。あ、なんとか倒したか。いてぇ。あれ、スモークなの？ガスなの？食らうの？いた。うわ、マジか。やりますね。こっち行った方がいい？いた。よし。理想的。おお、何？後ろ？マップの、あ、そっか、ここね、ここダメなんだよな、あんまり。長居しちゃう。いまいちね、まだね、マップの構造がつかめていないから、立ち回りがよくわからんけど。で、上にいるね、一人。上がったとこにいて、後ろから撃っていく。で、ここだよ、一番きついの。あー、後ろか。ここだな、一番厄介なのは。もうちょっと、二方向だけのとこで。で、なかなか死なないな。うおなんだこの時間差で死ぬ。この爆弾。いや、つかスコア10ぐらい離されてる。いや、ほんときついな。これ優勝できないんじゃないか。これやられたし。10も離されてるのか。こんなにキル数稼いでるのに。はい。さあ次。えい。HP6。ハンティングタイム。えい。うわ、負けだ。30秒後のハンティングタイムで稼いでおきたい。やっぱね、これキルするだけじゃダメだね。ミッションこなさないと、簡単に追い抜かれるんだよな。1キルで1ポイントだったら、それの10キル分の価値があるってことでしょ、ミッション。さあ、サバイブ？え？マジか。くっそー。いや、いきなり、なんか、ライフ少ない状態でサバイブとか言われても困るんだけど。まずい。2分しかない。2分しかない。ちょっと、マジで集中。負けらんねえ、もう。さあ、これ取り返すぞ。後ろから頭に抜いていく。さあ3人目リロード挟んで、後ろ注意、後ろ注意して前に意識をしていく。1人いた、姿見たんで、この階段上で打ち切るして、さあ注意、見ている方向、右かな、右だな。さあ右直線上に1人、さあここ注意、出会い頭にヘッド抜けるように準備していく。階段上。階段上。一人。死人。奥にいる。奥にいる。一人足。やった。さあ次。もう出発。さあこのまま進んで。上いるか？いや、下だな。曲がり角。中はいない。上から階段。と思ったら手前。よし、一人やった。右。階段上。一人いる。よし。キリングスプリなんだ。家の中いる。一人いる。奥から行って、おっと、女性を倒していく。もう、キリングスプリです。10キル。さあ、出会い頭。もう HP が30しかない。おーっと、残り6でどこまでいけるか。頭狙えよ。俺、頭狙うんだ。サイトショットライン合わせて、頭抜いていく。さあ、もう一人頭に抜いていく。よっしゃ、13キルだって。残り10秒。さあ、来い。音が聞こえない。2、1、0。うわぁ。
あ、勝ったし、俺。お、危ねえ。なんとか巻き返したか。スコア。うわー、疲れた。この武器でも結構使いやすいですね。なんかおすすめの銃です。皆さんも使ってみてください。50キルだって。以上。